どうもこんにちは。今回はですね、こちらラトレイユ金色クワガタの新成虫掘り出していこうと思います。ラトレイユですからオーストラリアの金色クワガタですね。こんな感じでね、金属的な光沢が特徴の金色クワガタですけれども、ラトレイユ。ラトレイユ金色クワガタですからワイルドの入荷はほとんどないですよね。オーストラリアのクワガタって全部そうなんですけれども、やっぱりいいな。オスズはね、特に金属的な光沢があって非常に好みなんですけれども、いいですよねラトレイユ。だけどね、これ20年ぐらい前に一旦市場ではアウラタのシノニムっていう形で決着がついて、ラトレイユっていう名前は完全に消えたんですけれどもね、なんか自分が引退してる間にまたラトレイユの名前が流通するようになってますけれども、OK マットはね産卵一番食わせてました。あ、これは大子系じゃん。いいですね、ぐいっと伸びてね。若干羽の収まりが良くないけれどもね、まあいいでしょう。細かいこと気にしない。産卵一番の432回食わせてるのかな、これでね。なんかオス多いな。結構立派なオス出てる。ほら。ラトレイユとかね、まあ、言ってしまえばパプキン以外全部そうなんですけれども、結構ね休眠期間長いんですよ。パプキンって浮かしてすぐゼリー食べて産卵可能になるんですけど、それ以外の金色クワガタはね割と寝るんですよね。ほっといたら1年ぐらい寝るんでね。だからその活動開始のタイミングが必ずしも一定ではないので、数をね確保してやっていった方がブリードが安定すると思います。ゼリー食べ始めたら交尾産卵可能なんですけど、時期が安定しない個体差があってばらつくということでね。あ、これメスだ。やったやった。レッド系。まあ、そんな感じですね。金色クワガタはねスペース取らないから今の自分には向いてると思う。玄関だけでしかブリードできないんでね、今は。こんな感じでね、アウラタも小型種ですから。自分は430のプリンカップで仕上げてますけれども、餌へ頻繁にやるんだったら200とかね120でも浮かはしますよ。そういう言い方しますけど、やっぱりいいよなこの色合いね。足は完全にブルーなんだけど、25匹ぐらい浮かしてたんで、結構数出るなという感じですけど、結構でかいメスだな。いいですね、パープルレッドっぽいような。パプキンのねブルーってねノーマルカラーだとあんまり出ないんだけど、ラトレイユのブルーは普通に出ると思う。そんなに珍しくないです。なんだかんだメスも出てきて、ある程度オスメス数揃ってますよ。これいい感じじゃん。さあどんどんいきますよ。ラトレイユ金色クワガタ、一時期ね市場からほとんど消えて流通が途絶えがちになったんだけど、近年入荷したワイルドからの血統が結構数出回って一時的なもんだと思うけどね。この手の金融クワガタって安定しないから安いうちに買っといた方がいいですよ。本当にすぐ市場から種切れになるから。これブルーでしょ。ブルーね、ラトレイユの場合は特に血統で固定しなくても出てくれます。よいしょ。これもブルー、綺麗なブルーですね。いい感じや。嬉しいな。さあさあさあ、ラトレイユ。自分の場合ちょっと癖でね、ついついアウラタって読んじゃいそうになるんですけど、アメスのレッド系、鞘羽も綺麗にとしてる。こういうの嬉しいよね。どこに行ってんねんこれ。結構動いとったなあ。ブルーだ。綺麗なブルーですよ。いい感じ。オスはね、だいたい決まりきった色があるんだけど、メスはレッド系かブルー系か、基本的にはまあ2パターンですよね。うん。オスは全部これ。これね。いわゆるゴールドっぽいような。ただ、パプキンのゴールドに比べると、金属的な光沢が強いっていう。それがラトレイユの特徴ですね。昔からそうなんですけれども、ちょうどこの虫ですよ、ラトレイユとして流通してる個体群、産地で言えばオーストラリアのクイーンズランド、さらに言えばキュランダかケアンズなんですけど、このねラトレイユがね割とアウラタとして出回ったりするんですよ。これいまだにだけど、ほんまもんのアウラタっていうのはオーストラリアの中部ぐらいだったと思うんでね、クイーンズランドにはいないですからね、ちなみに。なのでまあラトレイユという名前でも個人的には別にいいんじゃないかと思いますけど、ほんまもんのアウラタはまだ日本に入荷してなかったんじゃないかな。タスマニアアウラタはね出回ってますけど、だけどあれもワイルドが入荷したの1回だけなんでね、商品ですよ。持ってる方大事にしてくださいね。あとはアエネアとインスラリスか、あれワイルド1回しか入荷してないんで、結構リスク高い虫なんでね、もう二度と入荷せんでしょ。持ってる方大事にしてください。これは浮かして間もないオスだな。綺麗な虫ですよね、本当にね。金色クワガタ小さいけどやっぱ色がいいよね。大好きなんですよね、昔からそう。今回掘り出したラトレイユ金色クワガタの新成虫は全てプリンカップで管理していきます。 430mm のプリンカップに成虫管理用の針葉樹マットを入れて、半分にカットしたゼリーで霧吹きかけて水分量を調整してます。で金色クワガタ全種類そうなんですけれども、ゼリーの襟好みが激しいクワガタになりますんで、ものによっては全く食べないということも起こってしまいます。僕が使ってるのは KB ファームのプロゼリーですね。超優秀なベストセラーのゼリーなんですけれども、プロゼリーだったらどんなクワガタでも食べてくれますんで、安心して管理できるということですね。今回は非常に綺麗なオーストラリアの小型種ラトレイユ金色クワガタ、動画でご紹介させていただきました。いつも僕の動画ご覧いただきまして本当にありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。